皆さんこんにちは、ゆうじです。今週は妻と2人で近所のナウティコっていうレストランに外食しに来ました。ナウティコはポルトガル系の海鮮料理のお店です。アパートから徒歩1分ぐらいなのでいつもよく利用してます。値段はそんな安いってわけではないんですけど、美味しくてかつ景色も綺麗なんでめちゃくちゃいいお店です。金曜日はこれまたよく利用してる近所のカレー屋さんに来ました。周りちょっと暗くて物騒な感じするんですけど、被害に遭ったことないんで大丈夫だと思います。お店は日本人とか結構利用してるらしいですね。いつ来てもお客さんは少なめです。でも潰れないでまだあります。値段は安めで品揃えは結構豊富ですね。本格的なインドカレーが食べられます。なんとかラッシュもあります。前はなんか薄汚いお店だったんですけど、なんかテーブルとか机とか照明とか変わって雰囲気落ち着いていい感じの内装になってました。この前に見えるのがフォルタレーザっていう要塞です。水面にライトが映ってめちゃくちゃ景色綺麗です。雰囲気も落ち着いてて静かなんで、すごいご飯食べるのいい感じですね。席も結構あって団体とかで来るのもいいと思います。今回は初めてこのラップ頼んでみました。鶏肉なんかいっぱい入っててすごい美味しかったです。ただちょっとなんか脂っこいんでカロリー高めな気がしました。でカレーはマトンマサラっていうヤギのカレーとナン頼みました。この2つで2人でお腹いっぱいになって最高でした。美味しかったです。